シドリの長谷川晴成です。お願いします。お願いします。はい、本日は、はい、初心者からのスタート、人相占い基礎講座その22です。はい、はい、前回に引き続きまして、眉回りと、前回、上がり下がりの話をしたんですが、はい、今度はですね、その眉頭と眉頭の間、眉間と、眉間、俗に眉間っていうふうに言いますよね、はい、でこの部分ってね、前回とちょっと話がつながるんですが、眉から上って、天人地の天だと、はい、で要するに自分の努力じゃないチャンスとか運とかっていうのはこの眉、おでこなんですよね、はい、この天の部分が天から来る運であると。でこの天運が自分の方にこうラッキーだよとかってチャンスって形でこう来るときに、ちょうど人間の顔をパチンコ台みたいに考えてもらうと、パチンコの玉が上からこう落っこってくるようなものなんですよ。で眉が役物になってますので、あの本当かね、そんな話本当なの、わかりやすいけれども本当なの、うん、ね、だから死体から来る運は眉と眉の間のこの穴を通って自分の方にこうやって作用するようになるんですよ。だから眉間が狭いと、みすみす運を逃すことになるんですよ。こう跳ねのけちゃうというか、うまく落ちてこない、狭くなるから幅がね、あの運が入る幅が狭いじゃないですか、で逆に眉が非常にこう離れてる人って、ここがガバッと開いてるわけだから、運は確かに来るわけですよね、だけどもやっぱり害して怠け者になりやすい傾向があったりすると。だからあの眉が濃い人でね、よくこう反らないとつながっちゃうって人がいるんですよ、あれは自分の運を塞いでるわけです。だから眉間はちゃんとあのここ綺麗に剃っとかないといけないところなんですよ。そうなんですね、つながってる人いますもんね。そう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 。で、どれくらいが標準幅かっていうと、よくその指2本分っていうふうに言うんですね。この、2本のこの横幅ですよね、これぐらいがその人にとっての適切な幅であると。で広すぎてもね、あんまりこう物にこだわらなくて、あの呆然としちゃうんで、あんまり広いとこうだらしなくなると。逆に狭いと神経質でこだわりが多くって、それもまた運をこう逃す元であると。あ、開ければいいってもんじゃないですね。そうです。だから幅2本分ぐらい開けてこう剃るようにしてもらうのが一番いいわけですよね。で、今言ったように広がるとですね、あんまりちっちゃいことにこだわらなくなりがちなんですね。で狭くなればなるほど結構細かいこと気にしたり、神経質な感じになってくるわけなんですよ。ですから昔からですね、異性を選ぶときに、眉間の広い人は面倒、くさいこと言わないから、いい相手だと言われるわけですよ。細かくないから、細かくないから、眉間の狭い人は、例えば本当に愛してんのとかですね、そのうるさいこといろいろ言うようになると。だから、遊びだったら広い人を狙いって話があるわけですけど。なるほどね。そうやってそこ見たらもう一発で分かる。そうですね。面白いですね。で私みたいにその眉間に傷のあるような男がいるんですよね、はい、これ線、これシワじゃなくて傷なんです。あ、傷なんですか。傷なんです。こういうのはまあ運が悪い象徴なんですね。本当に本当に、だって運気入ってこないんだから、ここに邪魔が入ってるようなもんなんだから。そうなんですか。そうなんです。まあこの話はあの長くなりますんで、またあの聞きたいですけど、ぜひお願いします。ということで、眉間は適度に開きましょう。はい、手入れしてください。はい、明日も見てください。